こんばんは、カズマサです。今日は、商品が、届きましたので、こちらの、紹介を、していきたいと思います。特に、停電とか、毎年、どこかの地域で起きてますので、そういった時に、役立つ、アイテムとなってますので、実際買ってみて、どんな感じなのかなと、思って購入しました。特にこの場所は、コンセント、遠いところにあったので、使えないっていうところで、このアイテムを、購入しました。もう、分かると思うんですけど、エアストーンとエアチューブですね。であと、充電器の線で、こちらが、本体ですね。でこちらが、ソーラーと、なっています。ということで、今日は、ソーラーポンプの、動画と、なっております。で、まずは、設置、開封、設置を、していきたいと思います。で、このソーラーを挿す場所なんですけど、一生懸命探してますけど、こちらのくぼみのところですね、開けてもらったら、刺せるようになってますので、こちらに刺すと。で、あとこちらの、エアチューブをつけたいと思ったんですけど、家にあるやつを、つけようと思います。で、今日はたまたま天気が良かったんで、良かったです。で、差し込むとこうやってもう緑のライトがね、充電してますよっていうところになってます。で、刺すところ、エアチューブを刺すのは、ここですね、こちらとなっています。そして電源はもう分かると思うんですけど、ここを一回押してもらったら、強となってます。で、あともう一回押すと中で、次に小といったところになります。で、もう見てもらったら分かるんですけど、かなりね強い、エアが出てますので、十分活躍してくれそうな、アイテムとなっております。で、自分としては、これだけじゃ、済ませないような感じで、分岐させていきたいと、思います。どこまで分岐できるのか、ちょっと、試したいと思います。とりあえず、こちらをね、買っておきました、プラバルブ、3分岐ですね。で、入れてるんですけど、結構入れにくいで、あまり使い勝手が良くなかったのかなといった感じですけど、つけていきたいと思います。で、こちらつけました。で、ここでね、強さの調整ができるといった感じですね。一つ目なんで、力強く出て、当たり前なので、これから、分岐させていって強さを、確認していきたいと、思います。
で2つ目も、付け終わりましたけど、まあ、結構ねしっかり出てるんで、まあ、2つ目の分岐2つでも、問題なく、使える感じとなってます。そしてこちら3つ目ですね、3つ目を入れましたけど全然、まあ、力強い、エアーが出てるんで、まあ、3分岐とか、全然、余裕で、使えるなと、思います。なので、まあ、エアストーンがある限り、どこまで、分岐で使えるのか、試したいと思います。で、設置の方が完了しました。7分岐設置しました。でエアの強さはこれぐらいですね、まあ、これぐらいあれば十分じゃないかなと、思います。で横はこちらはね、2分岐でつなげているのでちょっと調整が難しかったですね。で下の方は、こちらの方はエアストーンがね違ったのでちょっと、強さの調整が必要でした。でやっぱり、問題なく使えてはいるものの日差しがなければ、あまりね力強いのが、出ませんでした。でもね、緊急時にはやっぱり、このアイテムは、使えると思いますので、ぜひ購入してみてはいかがでしょうか。今日は、こんな感じで終わりたいと思います。ご視聴、ありがとうございました。